さあ本日も皆さんお疲れ様でございました。今回武田さんがまたディスカバーしていただきましたけれども、はい、どうでした、サッカーとの違い。そうですね、比較してまあなんかよく勉強すると本当に深いなという共通点もありますし、はい、違うところもありますなっていうところもありますね、いろんな専門家にね聞いていただいて今回も用意して、まあ、最新の情報をですね、はい、しっかりとこう伝えたいなということで、もう武田さんの小道具がすごいんですよ。だからなかなかね、ボードも全部持ってきてくれて、今体幹とかさ、はい、動体視力ってもじゃあ何なのっていう言葉の本当の意味ってわからないと思ったんで、うん、そういうのやっぱね、適当なこと言えないでしょ、はい、そうですね、いつもねメモもいっぱいね持ってますしね、はい、扇子はなんで今日持ってたんですか。扇子はすごいスタジオが熱くなった時に、はい、多分こうやろうかなと思ったらたまたま扇子つながりで、高尾さんがね、はい、本当ですね、ちょっと漫談かと思いましたもんね。いけるこうやってやり始めて、高尾さんだから何があってもいいように、ね、ちょうどうまくこう、はい、これも勘ですね、うん、はい、そして今日はもうメモリアル最終日で優勝戦になりましたよ。私たちもあの予想しましてね、展望もお送りしましたけど、はい、これ渡辺さん本当に分かんないですね。そうですね、誰も名前が出なかった浜野谷選手とかもですね、はい、先月のですねオーシャンカップからの連続優勝とかかかってますし、うん、本当に見どころっていうか多いんですよね。まあファンの方とかも思ってると思うんですけど、はい、まあ、誰が勝ってもおかしくないというか、誰が勝ってもいいっていう思ってる人って多いんじゃないですかね。そしてあのボートレースメモリアルのもう一度見たいというアンケートを取りましたところ、うん、はい、一番はあの峰選手と、本志選手のバーサスでしたけれども、はいはい、他にも見られるんですよね。そうです、あの、うん、33.1% でですね、うん、2010年のファンを沸かせた今村豊っていうのがあります。私はこれに投票してたから見たかったのよ、はい、いや私も初めてなので見たいなと。もう11年前になりますもんね、うん、どんな感じだったんですか。当時はあの、まあ、当時っていうか今コロナで入れないじゃないですか、うん、したらですねやっぱナイターの SG ってお客さんがすごい入るんですよ、うん、もう水面際もそうですし、当時はあの優勝インタビューとかも結構ファンの前でしたりしてたんですよ、うん、なのでそれがすごい印象的ですね。なるほど、それでは VTR 見てみましょう。1号艇この時今村選手は49歳ですかね。うーん、まあ、もちろんインからのスタートになってですね、あこの時浜野谷選手と平本選手もいますからね。いますね、本当だ、わー、まあ、今村選手自体も久しぶりの SG 優勝でしたし、はい、最終結果的にはですねこれが今村さんの現役最後の SG 優勝になるんですけど、うーん、いや本当にメモリアルですね、わー嬉しそう、7回目の SG 優勝になりましたね。素晴らしい、49歳で。後ろ見てください、あの本当に4000番台の若い選手ばかりが優勝してきて、こんなおじさんが優勝して本当に申し訳ないんですけど、まだまだ若い者には負けんぞという気持ちでまだまだ頑張ります。まだまだねあの 中年の星でいたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。おめでとうございます。これはすごいですね。今なかなかこういうとこって見れないじゃないですか、はい、もうこのしかも今村ファンってやっぱ多いんですよ、うん、なのでもうみんなが残ってスタンドにもうブワーってなったんですよ。いやこれは素晴らしい映像ですね。もう本当コロナが収束したらですね、はい、またああいうシーン、まあ、見れると思うんですけど、まあ、なってほしいですよ ね。また今村選手も若い選手ばかり最近勝ってきてってねおっしゃってましたけれども、でも今回40代がね、そうそう、ファイナル40代結構来てますからね。そうですね、やっぱり思ってたんだな。だから原田選手もね、なんかそういう思いも含まれて、プロの選手としてやっぱり若い選手が入ってきた時に、うん、やっぱプライドがあるじゃないですか、結果が出ない中でそういった意地は出せないけどもプレーで返すっていうのが多分プロのアスリートの気持ちなのかなと思いますけどね、うんうん、そうですね、はい、あとはもう池田選手頑張れ浜野谷選手とにかく頑張れ、東京頑張れ、この番組に出てくれた選手頑張れもう優勝戦乗ってくれてありがとう地元ファンより嬉しいっていうね本当にそのねちょっとあの動向もご注意くださいということで、今日は皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。ボートレースメモリアル優勝戦です。ワクアンドリ3対3。
スタートしました。1号艇の原田幸也、ビタッとゼロ秒あたりかはり込んだ原田幸也、ここ快速攻のインディゲ、ド迫力のインディゲ、2号艇切り込む、低下しかし浮かんだか2号艇の平本、1号艇押し切り成功、強い圧勝、1号艇の原田幸也。夏の水上のキャンバスに思いを届けと感謝のスプールを描いて最終コーナー立ち上がった思いを届け、原田幸也感動の山ゴールでの SGV です。先頭1番の原田幸也、優勝の五輪おめでとう。全て出し切れた気がしますし、かなり集中できましたし、はい、まあ、今までになく落ち着いて全てが行動できたかなと思います。はい、まだまだ先長くこうやってパフォーマンスを発揮できるっていうところを少しはちょっとお見せできたかなと思うので、僕ら世代の応援をよろしくお願いします。